街が襲われている。お前、デスアーマーメン。デスリベラー、グレーのグレード。お前たちが私にかなうはずがない。私は最強だ。世界は私のものだ。許さんぞ、デスアーマー。お前を倒し、世界を平和にしてみせる。この番組は JVC エンターテインメント、スクウェアエニックスの提供でお送りします。誰？新入部員？そう、一年の川添たまきちゃん、経験者だよ。ああ、じゃあ着替えなよ。テストだ。ごめんね、妙なことに巻き込んじゃって。いえ。富山君、誰か入ってきたら真っ先に叩きのめして、最初に上下関係をはっきりさせるの。女子もですか？いや、むしろ女子こそいじめるね。富山くんドサドだから。男女で一緒にやってる運動部はね、もう男子が威張ってしょうがない。部活は力を誇示できる絶好の場所だったりするからさ。さあ、タマちゃん、倒すのだ、我が部最大の悪を。私たちをいじめる富山くんに一泡吹かせるのだ。あの、桐野さん。はい。袴、他にありませんか？それが一番ちっちゃいんだけど。すいません、小さくて。前は売れるんですけど、後ろはかかとで踏んじゃいます。今日はやめようか。今度また自分の持ってきてもらって。いえ、やります。今日だけですから。おい、帰んじゃねえよ一年。お前たちはあいつの後だ。小学生の時なんですけど、上級生に絡まれて派手に喧嘩になったことがあるんです。そのうちの一人が鉄パイプを振り回して、その時現れたんです、正義の味方が。うわ、おやめなさい。川添たまき。そうです、たまちゃんが正義の味方か。遅かったな。じゃあやろうぜ。
よろしくお願いします。気をつけなよ。富山の市内はカーボンだからな。当たると言いたいぜ。コテなんかもう地獄だよ。要するにこいつ、相手苦しんでるの見るのが好きだからカーボン使ってんの。うわ、最低、嫌なやつだよな。やめろよ、バーカ。川添さん、岩佐の言うことは気にすんなよな。軽く行こうよ。別に試合でもないし、いたぶる気とかないし。だってこれ、ただの剣道だから。正義の味方、ヒーローね。それじゃ飯は食えねえんだよな。遅れた遅れた。あ、剣道の音だ。ハマちゃん、結構早く強く打ってるのに当たんねえな。ムカつくわ。本気出すか。お見事。どうり。富山くん、どうしたんですか。剣道は一本取られたら元の位置に戻って仕切り直すのが礼儀なの。仕切り直さないんですか。言ったろ、試合じゃねえって。力見るだけだからな。やれやれ、一本取ったら勝ちとかじゃねえよ。富山はただ相手をぶったたきたいだけなんだ。どうさどだからね。剣道の目的は人を斬ることではない。剣術を通して武士の精神を学ぶことなのだ。相手を倒すためではなく、自分自身を高めるため打ち込むのだ。すまん、まだ早かったな。だがこれだけはわかるな、玉木。剣道は礼に始まり礼に終わる。何よりも礼儀を重んじるスポーツだ。何も怖くない。あれからもう11年か。わからん年頃になったな。遅いな。学校で何か。どうした、打ち込んでこいよ。これはただの剣道だから。剣道じゃないです。手が滑った。ちょうどいいや、富山、そろそろ終わろうぜ。うるせえ。やつは後ろに下がれねえなら押しまくって無理やりぶったたいてやる。力じゃ男にかなわねえことを思い知らせてやる。汗もかいてねえ、ムカつくぜ。どうしようかな。私の力じゃ
押さえつけるのは無理だし。なら。玉木、お前の月は力が入りすぎだ。まるで悪者にとどめを刺そうかというような。お前は月をしてはダメだ。どんな相手でもダメですか？年上の男ならいいだろう。もちろん経験者に限るがな。そしてお前が高校生になったらだ。それまでは封印しろ。男、年上、経験者。お父さん、お母さん、高校生になりました。帰ってラーメン食ってじっくり考えよう。ま、こういうのは意外とあっさりなんとかなったりするもんだ。おいおい、富山、こけてんじゃねえよ。滑ったか？派手だな、おい。いつかまたやってくるかもしれない。その時何とかできるのはあなただけなんです。私だけ？はい、うん、わかりました。どのくらいかはわかりませんが、とりあえずよろしくお願いします。やったー。正義の味方、一年九組、川添玉木。アクビー！ファイヤー！ブレード！これで済んだと思うな、ブレード、ブレード！私は何度でも蘇るぞ！なら何度でも守ってみせる！みんなの笑顔を！玉木、それは剣道部に入りました。そうか、やる気が起きたのはいいことだ。友達に誘われたか、先生に勧められたのか？いえ、悪から正義を守るためです。はあ、はい、ここまで。今のプリントは次まででいいや。先生元気ないよ。どうした？腹減ってんだよ。朝も抜いたからな。早く先輩との試合に持ち込まないと命に関わる。じゃあパン食べる？お昼のだけど、私ダイエットしてるから。マジ？くれんの？私もあげる。おお、やったやった、パンだパン。ザンパンマンだ、ザンパンマンだ。私は厳しい稽古用のボリュームまったり弁当。私のはダン君のために作った特製です。何か男らしいね、タマちゃん。かっこいい。まあ、みんなでつまんで食べましょう。皆さんもどうぞ。すいません、私の梅干し分けられません。ああ、分かってるよ。一個しかないもんね。お米なら。じゃあもらおっかな。ごちそうさまでした。はよ。
たまちゃん、うちお惣菜屋さんなんだよ。ほら、ハンバーグを食べ。たまちゃん、ミヤミヤの作ったエビフライも美味しいよ。俺の右手のところ。たまちゃん、飲み物も。もういいです、餌付けされてるみたいなので。あ、そう。たまちゃんちっちゃいからいっぱい食べて大きくしないとな、なんて。太っちゃう。キリノ先輩、もう一人2年生いるんですよね。そう、サヤって子、あたしと小中学校一緒だったんだ。あ、どうして来てないんですか。時々こういうことある子でね、ゆっくり待とう、時が解決してくれるって。去年のうちってどんな感じだったんですか、成績とか。普通だよ、団体2回戦勝てばすごいみたいな。個人だとたまに男子が準決勝とか、女子はいつもイマジだったね。指導者次第っていうのもありますしね。ゆるいからね、あれは。でも最近やる気になってて嬉しいんだ。言えない。ユージは中学の時どうだったのさ。え、俺一番良かったので県のベスト8かな。ベスト8、すごい。あ、いや、すごくないっす。全然大したことないし。大したことない。ほう、私なんて県大会すら出てないのに。ユージ君が大したことないなら、私なんてなめくじだね。あ、そんなことないです。俺はすごいです、俺はすごい。タマちゃんは大会とかは出たことありませんから。もったいない。出なくてもわかるよ、結果なんて。全国大会優勝だ。川添玉木、千葉桐野、宮崎美也子で、桑原さや子、まだ一人足りねえんだ。あと一人戦力になるやつが必要だな。まっ、なんとかなるか。それより特訓のメニュー作らないとな。張り切ってますね、石田先生。お、すんません吉川先生、騒しくて。いいえ、石田先生いつもやる気なさそうだったから心配してたんですよ。この頃は先生も生徒も元気がないですから、ちょっとおバカで熱血の方がいいですよね。そうなんすか。そうなんす。ちょっと過剰でも生徒を正しく引っ張っていければいいんですよ。頑張ってくださいね、石田先生。こりゃ動機は言えんわな。キリノ、手首だけで打つなって言ってんだろ。まあ、すんません、癖になっちゃってて。タマ、お手本見せてやれ。はい。剣道部みたい。流れる汗、ほとばしる汗、はじけ飛ぶ汗、輝く汗。何のフェチだお前は。もう一回、剣先が曲がってるぞ。はい。肩の力抜けって。あ、気持ちいい。タマ、お手本。はい。ユージ、ダンとミヤミヤは走らせてるか。はい、外周行ってます。待ってよミヤミヤ。ダン君、石を打てよ。あいつらはまず基礎体力からつけないとな。近くにいるとなんかムカつくし。そうですね。だがミヤミヤには練習試合に出てもらわんと、早く試合用の稽古に持ち込まないと。俺と勝負するぞ。はい。お前の実力はまだ直に確かめてなかったからな。さあ、本気でかかってこい。わかりました。行くぞ。
先生にも一応プライドがあるんだから瞬殺はまずいよ。だよね、勝つにしても手こずったふりしなきゃ。なまったな。俺も剣道が好きなんだ。先生がやる気になってくれて嬉しいっす。頑張ってくださいね、石田先生。よーし、タマ、もう一本だ。母さんの実家からまたコシヒカリ届いたぞ。それとな、わしの実家からは梅干しだ。お前の大好きな紀州の有給梅だぞ。ごめんなさい、お父さん、お母さん。明日はみんなで分けられるサンドイッチにします。友達ができました。気にするな。これを守れば君も立派なデスボーイだ。デスメタルを聞いてデスイプスでデス日記を書き込もう。次回のタイトルはブラックとブルー。だが私は出ないから見なくてもいいぞ。あう。この番組は JVC エンターテインメントスクウェアエニックスの提供でお送りしました。